皆さんこんにちは、カノンチャンネルのカノンです。めちゃめちゃイギリスっぽい場所に来ましたね。なんか本当に開けた都市というか、グリニッジ天文台って知ってますか？今日はですね、ロンドン市内からだいたいバスで1時間半ぐらいかなかけてやってきたんですけど、もうね、一つ言えることはめちゃめちゃ寒いですね。あの格好やばいな。あれなんだろう、わぁ、クリスマスツリーだ。これ本物のクリスマスツリーを売ってるんだな。あ、ここで、すごい、あ、なんかネットに入れたよ。ここに値段表が書いてある。これだいたい5000円くらいから、高いやつで3万くらいしてますね。サイズによっていろいろ値段が変わってますね。これ絶対日本じゃ見ない光景だわ。もう鼻からつららができる勢いです。何この木。あの木ってさ、この木何の木、気になる。絶対その木だよね。リスリスリス、あ、リス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 、リスが、リス、あ、ここでもリス、リスリス、早い早い早い、リスどんだけ早い、めっちゃ逃げるやん。あれは、これがクリニッジ天文台です。なんか意外とね、近くで見てみたら迫力がありますね。あれ、さっきあっち側に人全然いなかったけど、今こっち側たくさん人いる。あ、わかった。ここで、景色が綺麗だ。手前側はさ、普通なんだけど、奥がなんか近未来みたいな、なんかビルがたくさんある感じで、いっぺんにね、なんかいろいろ見渡せるのはすごいかもしれない。じゃあ今から中に入るチケット買っていこうと思います。あれ、入り口どこ。よし、ここから入っていきます。 Time for the Navy。 ネイビー、ネイビーだって。なんだこれ、よくわかんないけど、ここがチケットを買って一番最初に出てきた場所ですね。あ、オーディオガイド。日本語はないね。英語で聞いていこうと思います。あ、これまさかの、この列はあそこの銀色のところがちょうど経度ゼロ、経度ゼロだ。あれ並びます。もうね、寒すぎてね、今日リップ持ってくの忘れちゃった。私今経度ゼロに立ってる。すごいすごい、経度ゼロ立ってます。わあ、すっごい綺麗。聞いた話によると、ここにある建物は海軍の大学だそうです。これ絶対さっき言ってたクリスマスツリーじゃん。次は建物の中入っていこうと思います。あったかい。え、カサポン。ここで日本語に出会うとは。15世紀から海外進出のため大航海時代を迎えていましたが、運に任せた危険な航海が多く、海難事故が相次いでいました。外洋の航海では正確な経度と緯度の計測が不可欠で、北極線の位置や角度から船は経度を割り出していました。経度の測定には正確な時刻を知る必要から、クロノメーターが開発されるとともに、時刻の基準、すなわち経度の基準が必要になったそうです。おお、なんかこれすごい。質問やってみよう。何が見えるかな。よし、なんか土星みたいなのが見える。土星？あったかい。あったかかった。見学終わりました。これでね、一応一通り見るところは終わったんですけど、すごくね、なんか景色も綺麗だったし、ここでしか学べないようなこともたくさんあったから来てよかったです。あ、オーディオガイド貸さないと。そういえば私これ一回も使ってない。最後にお土産コーナーやってきました。あったかい。ここがお土産ショップか。なんかいろいろ売られてるわ。時計だ、めちゃめちゃかっこいい。6万円。さあ帰ろう。